はい、こんにちは。那須広川店の高木です。今日もねバラのお話ししていきたいんですが、えっ、ー、と今日はちょっと遅くなっちゃったんですけど、もっとね。春の早い時にやりたかったんですが、えっ、ー、とえっ、ー、と実はね。この時期こう勢いのあるこうぐっと出てくる。この枝これシュートって言うんですけど、このシュートですね、えー、来年の主役になる枝です。えっ、ー、とこの枝の扱いについて、今日はお話ししていきたいと思います。どうぞ今日もご視聴ください。 はい、というわけで、えーと、早速シュートのお話ししていきたいんですが、この株元から出てくる勢いのいいシュートですね、ぐーっと出てきて、このまま、あとお日様にたっぷり当たって、お水たっぷりもらっていると、ぐーっと伸びていきます。えーっとね、これ、将来的にはこのまま放っておくとどうなるかっていうと、別の株でご紹介すると、じゃん、こんな風に。 なりますこれね、あのもう他の株の高さを追い越して、1本ぐーって出てきて、もうほうき状につぼみがたくさんある状態、こういうふうになるのをシュートって言って、株元から出るものをベーサルシュート、まあ、ある程度以上の高さから出るものをサイドシュートっていう言い方をするんですね。えー、とこれについてのね、今日ね、お話をしていこうと思うんですが、まず、ベーサルシュート。 えとまあ、扱いについては、ね、大きく分けて木立の場合と鶴バラよく伸びるシュラブの場合とでちょっと扱い方が違いますので、えー、それぞれについて、ね、お話ししていきたいと思います。えー、とじゃあまず木立のバラの、えー、とベーサルシュートのー、まあ、処理の仕方というか対応の仕方についてお話ししたいと思うんですけどもこれ、えー、とこ出てきましたねこ出てきたこの勢いのあるちょっとこう元気のいい。 みずみずしい感じの勢いのあるシュートが、えーとこ,うまあ、このままいくとさっきお見せしたようにぐーっと伸びてほう状にたくさん花を咲かせて、まあ、花咲いた咲いたとおーいっぱい咲いたとなると、まあ、一見嬉しいんですけどそうするとこの枝ってこのみずみずしいままみんなエネルギーをおー花に使われちゃうでそれどころか葉っぱの数も少ない。 葉っぱの数が少なくて光合成できないのにエネルギーがみんな花に使われちゃうから枝が育たないってなっちゃうんですね。なんだけどこれ冒頭でお話ししたようにベーサルシュートは将来の主役になる枝ですから育たないんじゃ,困っちゃ,うじゃあどうやって育てるのって言ったらいわゆるそこでベーサルシュートのソフトピンチっていう話になります。 これね、どっかで聞いたことあるかなと思うんですけど、ぜひね、その木立ちのバラのベーサルシュートではぜひやってほしいのが、まあだいたいちょっとこれ短めなんですけど、2 0センチから3 0センチぐらい伸びてきたら、ですねつぼみがつくかつかないかのうちに、もう本当はもう,もうちょっと伸びたぐらいからいいかな、き、まあ、今日試しにやっちゃいますけど、えー、と頭のとこだけ指で、ほいっと折っちゃう。これもうちょっと 折れるような柔らかいところを指でプイッと取ることをソフトピンチっていうんですねでこれをやってほしい、えー、とこれやるとどうなるかっていうとバラはこの先っちょで成長してますんで成長点が止められるとまた脇から芽が吹いてくるんですねで脇から芽が吹いてくるってことは芽が吹いてくる分だけ葉っぱの数が増えるんですで葉っぱの数が増えて芽が出てくるとまた咲かせようとするつぼみをつけるんですけどまたそのつぼみがちっちゃいうちにプイッて取っちゃう。 でそうするとどうなるかっていうとこれを、まあ、も,うもうちょっと早く取ったやつがこれ別なやつでもうちょっと,、えー、と早い、まあ、2週間ぐらい前かな2週間前ぐらいの段階でここで一回ソフトピンチしてるんですね。でソフトピンチしたところから次の芽が出てきてる。で次の芽もまた伸びたら取っちゃう。ってことを繰り返してあげると葉っぱのだんだんと葉っぱの数が増えて。 い、えー、いっぱいしててくれてでも花咲かせないから無駄にエネルギーを使わないで枝が育つっていうふうにして実は木、えー、立のバラのベーサルシュートはほうき状にして咲かせないで、えー、と常にこうつぼみがね米粒ぐらいの時にとって次の枝を伸ばしてあげてほしい。そうすると枝がしっかり育って、えー、来年主役になる枝になります。 もう一個お見せしますとこれもね同じように早い段階でここでソフトピンチしてるんですねここでソフトピンチしてそうするとここで一回ここまでの枝は成長が止まるんだけどここからまた出てくるんで,でこれなんかはもうここまで伸びてきてるんでまた、えー、と端上だけ一回こう切っちゃうソフトピンチするでこれを夏までに、えー、と2回か3回繰り返せたら いい枝になります夏までに2回か3回もし繰り返してたらですね是非夏の,あの夏剪定は他の枝と一緒にあの高さ揃えてほ、まあ、他,他の枝よりちょっと低いぐらいでもいいので、えっと、夏と夏ていはしっかり一緒にしてで今度は秋はちゃんとはお花をつけてつぼみをつけてお花をつけるっていうことをさせてあげることで、えっと、またより一段とこう枝が成熟してですね えとしっかりその冬の寒さにこせる枝に育って冬を迎えることができますので木立のバラはぜひベーサルシュートは春夏はずっとつまむそれから、えー、と夏と夏剪定しっかりやって秋は咲かせるってことを覚えておいてくださいと次はその同じベーサルシュートでもつるバラとか、えー、とよく伸びるシュラブで話をしたいと思いますで ツルバラとかよく伸びるシュラブっていうのは、えー、もう花を咲かせようが咲かせまいがどんどん枝が伸びていくんですね。なので、えー、と厳密にはその、えー、とつぼみが米粒の時にソフトピンチした方がいいよっていうのが、まあ、これらの品種は実はやらなくていいんです。で、えー、とじゃあどういうことかっていうと例えばこれ、えー、とフランシス・バーネットっていってロサ・オリエンティス・プログレッションのですね、えー、非常に今おすすめしているツルバラで 耐病性も高くて、花つきも良くて、秋もよく咲いて、花持ちもよくて、香りもあるっていうね、こんな感じ、そしてめちゃめちゃ可愛いっていう,こう、おすすめの品種なんですけども、フランシス・バーネットもシュートがぐん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 と、えー、とどこだあ、そう、この辺からですね、ちょっとこう縛っちゃってるんですが、ここからシュートがぐぐぐぐぐぐっと出て、こうこうシュートがこう出てる状態ですね。でまあ、他の えーと枝と同じぐらいの高さで、まあまあ、これは品種によるんですけど1ーとか、ね、1ー5 0ぐらいまで伸びた段階でこうつぼみをつけて花を咲かせるんですが、えーとまあ、ここまでも、ね、しっかりもうあの葉っぱもついてるし、えー、と枝も伸びてるし育ってる状態で伸びてきて花を咲かせるんで別にあのそんなに気にしないで気をつけてほしいのは、まあ、花柄らいつまでもほっとかないで、えー、と花咲き終わったら切りましょう。 で切るとまた切ったところからぐん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 って伸びてきますんで,で伸びてきてまた 1m か 1m50 ぐらい伸びたらまた花咲かせますんで、えー、と今年の鶴バラの今年の目標としては大きな長尺苗を作ることが目標なのでまず一つはこういう来年の主役になる新しい枝が折れないようにしっかり支柱を立てて縛っていってほしいそれからよりよく伸ばそうと思ったら地面から上に向かって垂直にね 目指していってっっもらった方がバラはよく伸びますでまかり間違ってこれをこう折ったりしこうあの縛らないでですねしだれたりするとあの、まあ、脇芽がいっぱい出てきちゃって細い枝がいっぱいになっちゃうんですよね。でそうなっちゃうとこう太くて立派な枝から来年の主役になる枝にならなくなってしまうのでぜひねあのこう今年のツルバラ あの大苗で買ったツルバラとかまだ小さいツルバラ、信頼もそうですね、えー、と支柱をしっかり立てて折れないようにするってことと上に向かって伸ばしてあげた方がよりよく伸びますんで上に向かって伸ばしてあげるといいかなと思います。でお花は花が終わったら花柄はしっかり切るそうじゃなければ花地咲かせること自体は気にしないでいいよ。 でえー、っとじゃあ次は、まあ、その同,じ同じ話になるんですが、まあ、よく伸びるシュラブとして、まあ、ヘレンっていう、ね、バラこれ,もこれは今度ロサオリエンティスのバラです。で、まあ、あの当店の場合は、ね、ヘレンはあのよく伸びるんでつる、まあ、バラとしてご提案することが多いんでこうやってもうあの冬のオーナエも長尺仕立てにしちゃってるんですけども。 えとこれもね一番手前のこの枝これがもうベーサルシュートぐぐぐぐぐぐっと伸びてきてもう他の枝を追い越しそうな勢いですねこれこの枝そうですねこの枝がベーサルシュートなんで他の枝と同じように伸びてきて他の枝と同じように花咲かせようとしてますそしたらこれも、えー、と特にその、えー、とソフトピンチして枝育てましょうってことはしなくていいのでよく伸びるシュラブの場合は花お,さお花咲き終わったら、えー、とこの ふささきだったらふささきの付け根より下のところで切ってそうするともう次の芽が次の芽がここ出ようとしてるんですよねだまあそうするとこの次の芽をね上とグーッとこう次とドと伸びてきますんでそしたら将来的にはこれだけ長い支柱ご用意してますのでこれをこう縛って上まで伸ばしていってあげるとでこうやったつるバラとかよく伸びるシュラブは今年はこう上に向かって伸ばしていって理想は秋までに10へ しててもらってでそれを今度の冬にしっかり誘引して構造物に結びつけてあげると,ということをしてあげるとこの今年伸びた枝ねこのシュートが来年の主役になりますんで花たくさん咲かせてくれますそのためにはこうずっと上まで、えー、ヘレンもね上手に育てるとこう今年の間に 2m か 2m50 ぐらいまでずっと伸びますんでフランシス・バーネットなんか上手に育てると多分 3m ぐらい伸びますんでその枝を今度の冬に誘引してもらうと 来年にはもう立派なあ鶴原として見応えのある景色を作ってくれると思いますので、えーとまあ、さっきのね、えーまあ、鶴原の場合はね、えー、花柄切りだけ気をつけて上に向かって伸ばしてあげてください。はいというわけで今日はベーサルシュートのー取り扱いですねについてお話しさせていただきました木立の場合と鶴原あと伸びるシュラブの場合でちょっとあのやることが違うよってことをお話しさせてきま いただきました。子たちの場合はね、ソフトピンチしながら葉っぱたくさん増やして枝をしっかり育てるんだよ。でツルバラの場合はあのー、まあ伸びたい花を咲かせていいので、えー、咲き終わったら花柄切って上に向かって伸ばしていくんだよというのが今日のお話でした。まあこうやってここにあってもヘレンはヘレンはねとってもあのえっ、ー、と強硬であの香りのいい大輪のピンクのツルバラですので、ね、おすすめですけどね。えっ、ー、とまあそういう話をねえっ <laughs> とさせていただきましたんで。 え今動画の段階でもベーサルシュート出ちゃったよって人ももしかしたらいるかもしれないんですけど今からでも間に合うしまたあの暑くなるとちょっと出にくくなるんですけどえと秋口もねベーサルシュート出てくるチャンスなので秋早い段階で出てきたらぜひソフトピンチして育ててあげるようにしてください。というわけで本日はベーサルシュートの話をさせていただきましたごご視聴ありがとうございました。